おはようございますニュースイッチ編集部のコンです鈴木ですこの番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています本日二百十三回目の放送です毎週木曜日は今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信しますそれでは本日もよろしくお願いします はじめは、今週話題になった記事トップ3のコーナーです。ニュースイッでよく読まれた記事3本を要約して紹介します。3位は、積水化学の経営戦略に関するニュースです。ペロブスカイト太陽電池は、25年度に事業規模5億円以上、積水化学が新中継、投資6千億円。積水化学工業は、 さらなる成長に向けた仕込みを加速します2025年度までの新3カ年中期経営計画をこのほど策定戦略投資の強化なので総額6000億円を投資する計画を示しました設備投資や研究開発費の7割以上を高機能プラスチックスメディカルの2領域と新事業に振り分けキャッシュの配分にメリハリをつけます 当社は30年度に売上高2兆円などを目指す長期ビジョンを示しており、実現に向けた基盤固めを進める構えです。また、新たな事業基盤の確立を目指し、主要テーマを設定。ペロブスカイト太陽電池は25年度に事業規模5億円以上。可燃ごみからエタノールを作るバイオリファイナリー技術は26年度以降の事業化を目指すとしています。2位は日野自動車。 三菱扶桑の統合に関する話題です。日野自動車、三菱扶桑の統合に期待と不安、サプライヤーの本音。日野自動車と三菱扶桑トラックバスによる経営統合の発表に、サプライヤーの受け止め方は期待と不安が入り混じっています。二千二十四年末を目処とする日野自動車、三菱扶桑の経営統合計画。トヨタ自動車。 大村トラックを含めた4社は規模のメリットを生かしケースなど新技術の開発を加速させます関係者からは長期が広がるかもしれないなど期待する声が上がる一方部品の共通化が進み外資系サプライヤーに仕事が流れ日本のサプライヤーが手がけるものが減るのではないかと不安視する向きもあります他方商用車のパワートレーンを統合するという話になったとしても 認証を含め、すぐ切り替えたり統合することは難しいだろう。取引先とのビジネスは統合後も大きな変化はないと冷静な意見も出ています。1位は世界最大級のコンテナ船に関するニュースです。JMU が引き渡した世界最大級のコンテナ船、その実力はジャパンマリンユナイテッドは積載能力20フィートコンテナ換算で、 24,000TEU 型コンテナ船、ワンイノベーションを引き渡しました。日本郵船、商船三井、川崎汽船が共同出資するコンテナ船事業会社のオーシャンネットワークエクスプレスにより要船されます。世界最大級の大型コンテナ船6隻シリーズの一番船で、高頻度の高い船速、喫水に合わせた高効率な最適船型を開発しました。 独自の省エネルギー機器などをを採用しし高燃費を実現しています2万 TEU を超える船としては世界初で極圧高強度鋼板の税制亀裂・電波停止技術の適用により積載効率を犠牲にせずに安全性を高めましたここからはランキング外だけど気になる記事のコーナーです。 毎週の放送で3本配信している今週話題になった記事はニュースイッチの記事 PV ランキングをもとに作成しています。それ以外に惜しくもランク外となっているけれど、編集部が気になった記事を選びご紹介します。大ヒットヤクルト戦は増産急ぐ機能性脚光で需要急騰の乳酸菌飲料メーカー3社の戦略はヤクルト戦の大ヒットなど 機能性表示食品の乳酸菌飲料の市場が盛り上がっている健康にいいイメージがある乳酸菌飲料は以前から多く飲まれてきたがコロナ禍で健康ニーズが一層高まり免疫改善や睡眠の質向上といった特定の機能を付加した商品の需要が急増した市場拡大は続く見込みでメーカー各社は増産対応を急ぐ市場をけん引する ヤクルト本社キリンビバレッジアサヒ飲料の3社の動向を探った機能性表示食品の乳酸菌飲料の代表格として知られるのがヤクルト本社のヤクルト1000と Y1000 だ爆発的な人気を博し現在も品薄状態が続いている乳酸菌シロタを1ミリリットルたり10億個と高密度に含んだ当社初の機能性表示食品 一時的的な精神的ストレスがかかる状況で、スストレス緩和と睡眠の質向上が期待できる2019年に地域限定で発売21年には全国販売を開始したヤクルト線を体感した人による SNS や口コミから急速に広まり大ヒット23年度から設備投資の強化を打ち出した 免疫の司令塔に働きかける乳酸菌としてキリングループが訴求するのが独自素材プラズマ乳酸菌だグループ各社を通じてサプリメントや飲料ヨーグルトなどをイミューズブランドで展開しているグループで飲料を担うキリンビバレッジは機能性表示食品の乳酸菌飲料おいしい免疫ケアシリーズを展開する 3月に商品名を朝の免疫ケアから変更し、パッケージデザインも一新した。6日に容量を2倍にした200ミリリットルタイプを自動販売機専用として投入。28日にはカロリーを50%削減したカロリーオフタイプを量販店などで発売する。朝日飲料は L92 菌の 免疫機能維持という新しい価値をアサヒグループ横断で提供していくと強調する乳酸菌飲料ではカルピスの100年を超える研究知見から2001年に機能性乳酸菌として L92 を選抜免疫機能維持とほりなどによる鼻の不快感を軽減するという機能性表示食品としての届出が消費者庁から23年に入り受理された アサヒグループは L92 乳酸菌をグループの新たな成長領域として展開する8月以降アサヒグループ食品からサプリメントなどで新商品を計画しているさらにアサヒビールでも L92 を配合する商品投入の準備を進めている機能性表示食品の乳酸菌飲料の需要拡大は今後も続くと見られている インフルエンザが大流行した時期に明治の R1 が品薄になったように、この中でも乳酸菌飲料への注目が高まっています。弊社にはヤクルトさんが訪問販売をしてくださるので、ヤクルト線を流行りに乗って購入したことがありますが、効果を得るには継続が必要とのことで、1本飲んだだけでは効果の実感には至りませんでした。 ですがおいしく飲みやすい上に免疫改善や睡眠の質向上の機能を備えているので人気の理由がわかります「ニュースイッチの記事では富士経済によるウェルネス飲料市場の実態とネクスト健康飲料有望性分析調査の結果や各社の具体的な今後の戦略についても載っているのでぜひご覧ください「ニュースイッチでは毎週100本近い記事を配信していますので こんな記事もあるんだなと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。はい、エンディングです。本日はまあ活発化する乳酸菌飲料市場について取り上げましたけれど、はい、知り合いにあの某記事で取り上げた企業の某ヤクルト <laughs> 方と、<laughs> 某カルピス、アサヒグループの。 方ががいるんでですけどのの種類が違うので、まあ、ヤクルト生きた菌だからいいみたいな話をしてたらいやいやでもほとんど腸に届く頃には死んでるからみたいな <laughs> 飲み会ででちょっと浪走しっっとてたいうのがが <laughs> 象強かったです <laughs> 実際のヤクルトの方はめちゃくちゃ忙しそうであのいろんな工場に行っていたので<ー>すごいあの盛り上がってるんだなっていうのをの身近で実感しておりました。<laughs> 金論争面白い人には人の乳酸菌っていうように <laughs> やっぱり自分に合ったところの乳酸菌飲料とか探してみるのも面白いかもしれないそうですね。明確に効き目が違うのかみたいですね本日もお聴きいただきありがとうございました。 次回は6月20日火曜日朝7時から30秒でわかる知っておきたいキーワード解説のコーナーと、久しぶりに記事の深掘りコーナーをお届けしたいと思います。ニュースイッチラジオは、ボイシー、YouTube、Spotify、各種ポッドキャストにて配信しております。ぜひチャンネル登録やフォローをお願いします。またニュースイッチの Twitter もあるのでチェックしてみてください。 感想や聞いてみたい内容があれば、ュースイッチアットマーク c c a n ッ e c h あて、懸命にニュースイッチラジオと記載の上お送りください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。